今日もツートップは10番のストイコベッチと11番小倉貴文。今ボールになりました。前半45分が始まりました。こっちのボールですね、はい、マルキーニスからのクロスボール、ヘディング、キーパーとバルデスの頭、しかしこれはキーパーの意図もよく防ぎました。今の攻め方を続けるべきだと思いますね。そうですか、はい、ストイコベッチ中央、平野がいる、バットを上げた、小倉ヘディングセーブ、こういう攻め方でいいと思いますね。マスンダが復帰しています。3試合ぶりの出場。そして平野シュート、入った平野シュート、前半24分、平野のゴール、これは素晴らしいシュートですね。もうすごいですね、スーパーですよね。あそこに決まったら本当に反応できないでしょうね。平野君の左足っていうのは武器ですね。そしてパス、小倉、松田、小倉シュート、惜しい、惜しい、小倉手を投げます。そしてストイコビッチ、今度はゆっくりと左流れ、ここで主審の長い笛が吹かれました。奪い取る、平野、チャンスになります。スーパーソングラッカーした、センタリング、ルースが立っている、平野シュート、大きく上に上げてしまいました。平野さん、はい、その浅野にウォームアップの指示が出されました。あ、そうですか。中西、小倉、パスのシュート、チャンス、これはボールがアウトした時点で小倉は下がると思います。さあ小倉、チャンスだ、打て、左に流れる、シュート、決した、6
対0グランパス、快勝しました。